着いた。撮れるかな。いいカメラの方に変えようかな。あら、すでに熱帯で動きが悪いですけど。立派な駅舎ですね。こんな感じ。仙崎はこのみすずさんが有名なんですね。金子みすずさん。なるほどね。思ったよりも立派な駅舎ですね。こんな感じなんだ。サムネ用に撮っとこうね。中はまあそれは全然電車が来る時間じゃないですからね。みすず町歩き、まあ、こんな感じで駅から抜けてのところいろいろあるみたいですね。まあまあ距離もありそうやけど、あ、トイレもあるし、いや、ひとまずちょっと休んで、ターミナル見れるのかな。無人？こっち泣くことしてなかったし、しのぶも入ってますけど、入っていいのかな。カメラ回してダメっぽいんで、ちょっとカメラ止めていきましょうか。なんか見てきたけど、大戸明さんも、金子みすずさんって方も、詩人になるのかなっていうことなのかな。大戸明さんは結構いろんな、有名な曲、残されてるんですね。矢沢永吉さんとか、そのあたりとかにも曲提供してとかやってたと。なってましたね。中にはあのビートたけしさんのサインとかもあったんです。すごいですね。で、あ、そうだ。で、問題はこれなんですよ。12時15分。これは来ないよな。で、次16時26分ですかね。これに乗るぐらいだったらもうあれかな。どうしような、なんか改札内になるのか。まあでも一応まあ持ってますからね、押してもらってますからね。今日のやつもいいよね。でないと進行ができん。こんな感じ。まあ一応有効な切符を持ってるんで大丈夫じゃないかなって。で、仙崎は仙崎線で独立してるのか。キロポストも2キロになってますもんね。で、長門から仙崎で、ほんとは萩の方までバスでも出れるみたいですけどね。そこまで出ちゃうっていうのも手かもしれません。萩温泉とか、温泉もいいね。もうね、何せ疲れてんのよね。で、こんな丸々の話っていう、あれでしょうね、その詩のあれに、あ、ここに書いてあれ出てますね。こんな感じで、その詩、金子みすずさんの詩もね、飾ってありますけど。明治生まれの方で、大正から昭和の初期にかけて、活躍された方らしいですけど、ただ、去年26歳ってなってたんで、本当、若くしてだった方みたいですね。で、うちの本編企画に戻りますよ。やっとこさ、あ、わぁ、人いるんだ。びっくりした。誰かいるんだ。これやらないと始まらないと。あの奥にこっそりありますね、ターミナルね。よし、
丈夫かな、こんな感じで。へえ、なんか人いるんだ、びっくりした。あ、本当だ、電気ついてるわ。へえ、なんで？ああ、さっきのやつだった。なるほどな。あ、こんにちは。そうですね、やっぱし平日扱いなんでね。施設があって、あ、さっきのところとかの、こっちの方の職員さんみたいですね。ミュージアムっていうかギャラリーがあって、っていうことみたいです。でこんな木場もあったりするんですね。とりあえず道の駅でこの奥ストーンと行くと、いろいろとあるみたいですね。せっかくやからちょっと長めにブラッとしますか。